こんにちは、中央区です。今回はご覧のラインナップでお伝えします。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの高井英子です。今回から番組が10分間となり、1日2回の放送となりました。これからも番組をよろしくお願いします。それではまず今回のトピックスからお伝えします。3月19日火曜日、東京スクエアガーデンで京橋マルシェが開催されました。こちらのマルシェは毎月第1火曜日と第3火曜日に開催されており、食材のほか食にまつわる雑貨なども並びます。今回は12店舗が出店、パンやお菓子を販売するお店もあり、甘い香りが会場に広がります。来場した皆さんはお店の方におすすめの品を聞くなど、さまざまな商品を吟味しながら買い物を楽しんでいました。3月24日日曜日、日本橋人形町の甘酒横丁で甘酒横丁桜祭りが行われました。今年は例年よりも桜の開花が遅く、お花見には少し早い時期での開催となりましたが、この日は2000杯の甘酒が無料で振る舞われ、会場はたくさんの来場者でにぎわいます。また甘酒横丁の名物などが当たるこのお祭りの目玉企画福引きにはたくさんの来場者が参加。皆さんは一足早い春のイベントを大いに楽しんでいました。3月25日月曜日、黎明小橋渡り初め式が行われました。勝どき4丁目と晴海3丁目を結ぶ歩行者専用の橋として整備された黎明小橋。橋の供用開始に先立ち開催された式典では、来賓の皆さんから祝辞が述べられた後、橋の点灯式が行われました。点灯スイッチを押してください。どうぞ。式典終了後に黎明小橋は供用が開始され、集まった区民の皆さんは開通を喜びながら橋からの景観などを楽しんでいました。ここまで区内の話題を3つお伝えしました。続いては特集です。今回は中央区推奨土産品セレクションと題して、区を代表する土産品をご紹介します。江戸開府以来400年以上の歴史と最先端が共存する町中央区。広く奥深い魅力がある中央区にはたくさんの土産品があります。中央区観光協会では、区を代表する土産品を皆さんからの応募と投票により中央区推奨土産品として認定。今回はその素晴らしい品々をご紹介します。銀座3丁目の銀座ガスト通りに店舗を構える洋食屋銀座スイス。
昭和22年の創業時から忠実に守り続けた懐かしくも新しい洋食を食べることができる名店です。またカツカレー発祥の店としても広く知られています。今回中央区推奨土産品に認定されました。こちらが銀座スイスのレトルトカレーです。玉ねぎ、人参、リンゴなどがすりおろしてじっくり煮込んである、創業以来銀座スイスが守り続けてきましたこだわりの味が詰まった美味しいカレーでございます。当店のカツカレーのようにカツと合わせていただいたり、他の食材でもその味を引き立てるような味付けになっております。うちのカレーは煮込むほど美味しくなるカレーですので、パッキングしてから加熱するというレトルトの特性がうちのカレーをさらに美味しくしてくれる、このレトルトに向いている商品だったということがこの味ができた要因ではないかと思っています。お鍋に移して少しじっくり煮込んでいただくと味もさらに深みが増してまいります。パスタですとかパンにつけたりする場合はこちらのソースをお湯で十分温めていただいて直接かけていただいてでも美味しくいただけます。銀座スイス銀座本店の営業時間はご覧の通りです。銀座スイスのレトルトカレーはご家庭ではなかなか作れない美味しいお味になっております。この機会にぜひお買い求めください。東日本橋にあるこちらは株式会社小宮商店東日本橋ショップです。昭和5年創業、雨傘から日傘、兼用のものまで使う方のライフスタイルに合わせて様々な傘を取り揃えています。今回中央区の推奨お土産品に選ばれた商品はこちらになります。浦島折りたたみ傘になります。名前の通りですね、裏側に細い縞があります。表は無地なんですね。そういう意味で浦島という名前になっております。この生地はですね、山梨で売ってまして、甲州折りというんですけども、傘専用の生地を使って手間暇をかけて作っております。傘の骨ですけども、今一般的には三つ折りが多いんですけども、この傘は二段折りということで非常に畳みやすい構造になっております。また当社の特徴としましては10本の親骨になっております。通常は8本なんですけども、骨が10本あることによって耐久性があって風に強くなるようになっております。この傘は UV カット加工もしてありますので、晴れの日もパラソルとしてご使用することができます。小宮商店東日本橋ショップの営業時間はご覧の通りです。当社の傘は職人が一本一本手作りして作っております。丁重に作った傘でありますので、ご来店いただいて手に取って見ていただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。中央区観光協会ホームページでは中央区推奨土産品を全品紹介していますので、ぜひご覧ください。続いて中央区からのお知らせです。区では各家庭で使い切れない未使用食品の提供を受け、食品を必要とする方を支援する団体やフードバンクに寄贈する取り組みを通じて食品ロスの削減を推進しています。4月から新たにご覧の2カ所が受付窓口に加わります。受付時間など詳しくは区ホームページをご覧ください。お伝えしてまいりましたこんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は4月17日水曜日です。それでは